こんにちは。ミュージックミニストリーの時間となりました。中野博です。いかがお過ごしでしょうか。このミュージックミニストリー、これをお聞きくださる、ご覧くださる方々のご支援と、またいろんな方々の助け、何よりも神様の恵みと憐れみによって49回の放送を無事終えることができました。本当に心から皆様に感謝申し上げます。さて、振り返りまして、49回、おおむね100曲近い音楽をご紹介してきたと思うんですけれども、その中からもう一度今回はショパンの夜奏曲の15番と16番、そしてそれを通してまた神様の御言葉、聖書のメッセージに思いを向けていきたいと思っております。まず最初にショパンの夜奏曲の15番をお聞きください。Thank you.
ショパンの夜奏曲15番をお聴きいただきました。まあ、このショパンの15番の夜奏曲、私は彼自身のある意味人生観や祈りが託されている曲ではないだろうか、まあ、そんなふうにいつも思いながら演奏しているものです。夜奏曲というと、最初に申し上げましたが、夜のロマンチックなイメージを、まあ、形作る音楽というものでは決してなかった。実は夜奏曲の起源というのは夜の祈りの曲なんですね。この地上で私たちが経験するさまざまな事柄において、まあ、それは喜ばしいこともあれば、また本当に心を痛めること、辛いこと、悲しいことがあるかもしれません。神様は私たちに対していつも心を向けてくださり、聞き耳を立ててくださって、私たちの祈りをしっかりと受け止めてくださるんですよね。ショパンの生涯において彼は例えば故郷のポーランドのことを思っていたと思われます。当時ポーランドはロシアの侵攻によってその国が非常に危うい状況に追い込まれていたということもまた知られています。ショパンは痛みを覚えながら祖国のことを遠く西ヨーロッパに離れて思っていたに違いありません。神様、どうしてこの地上にさまざまな不条理、また戦争や侵略が起こるんでしょうか。私たちにとって本当に安らぐところはどこなんでしょうか。ショパンは夜奏曲を持って祈りを託していたんじゃないだろうか、まあ、そんなふうに思うんですよね。聖書にこういう言葉があります。旧約聖書の御箇所、旧約聖書の御箇所の6章の6節から8節をお読みいたします。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって御前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。この御箇所を通して神様ご自身が本当に私たちのすぐそば、私たちの前に、横に、後ろにいてくださって、私たちと共に歩んでくださっているんだ。高きところにいらっしゃる神様は私たちのところにも来てくださっているんだということがまず知らされている。でその中で神は私たちに対して公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むこと、これが最も神が私たちに求めてくださっていることなんだと語ってくださるんですよね。この公義という言葉なんですけれども、いろいろと調べてまいりますと、例えば聖書の中で公義というふうに訳されることもあれば、日本語で公正というふうに訳されているところもあります。この公義という言葉は、実は私たちの中で本当に人知れずなされていること、また人知れずなされたさまざまな良き働きに対してしっかりと目を留め、それをまた探し続けていくこと、まあ、そういったことが公義という言葉に込められた意味であると知ることができます。で、神様、私たちに公義を求めていらっしゃる、公義を行うってことを求めていらっしゃるというわけですけれども、実は神様ご自身が私たちすべてのものに対して公義をいつも行われる神なんですよね。やっぱり私たちは例えば報道を通してとか身の回りのことを思って大きく語られることに心を止めることが多いんじゃないでしょうか。
しかし人は人知れず様々な良き働き、心を砕いて人にまた神に仕えようと、そのように歩んでいることがあるわけです。神様は私たちが人知れず行っている事柄に対して、実は丁寧に丁寧に目を留め心を向けてくださる方なんですよね。つまり私たちが言葉にならないような祈りを持って神様に祈るとき、私たちの心の中にあるものをきちんと見分けて受け止めてくださる方なんだ。講義という言葉はそういう神様のご性質を表すものなんですよね。ショパンはその激動する社会の中で言葉にならないような本当に痛々しい祈りを音楽に託していただろうと思います。しかし彼の生涯を通して分かること、それは神様はそのような祈りを心に秘めている男にしっかりと目を留め心を寄せ、そして深く愛を注いでいらっしゃった。私たちはこのことを知ることができるのではないだろうかと思うんですよね。主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い誠実を愛し減り下ってあなたの神と共に歩むことではないか。神が私たちと歩調を合わせてくださいます。神が私たちの立っているところに来てくださいます。だから私たちは神様と共にさまざまなことを語りながらこの世の生涯を歩むことができるんですよね。では続けて夜奏曲の16番をお聴きいただきます。
ミュージックミニストリー、今回はこれまで49回にわたって放送してまいりました番組の中からショパンの夜奏曲15番、そして同じく夜奏曲の16番をお聴きいただきました。そして聖書の言葉を通して思いを神様に向ける、そのような内容とさせていただきました。それではミュージックミニストリー、またお会いいたしましょう。